いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。今回もね、動画撮っていこうかなというふうに思いますが、斉藤健一郎さんに対してですね、大津さんがですね、ブチギレという記事についてですね、代表を名乗る資格がないということについて、ちょっとですね、面白い記事がございましたので、そのことについて皆さんにね、言及していこうかなというふうに思ってます。ちょっとすいません。ちょっと笑ってしまってるんですよ。まあ、っていうのが、昨今皆さんですね、昨日の、新人の関係あったじゃないですか。破産申し立ての関係のね。で、そのことについてですね、僕ちょっと、いろいろとね、見てみたんです。界隈の人たちのね、話とか、わー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 言ってる人たちがいるんで。で、まぁ、ちょっとどんなもんなのかなというふうに思ってたんですけど、まぁ、なんていうのかな、もう話にならないですよね。結局、決着つくつかないの話じゃないですか、今回の関係。で、まぁ、なんか、トヨタ弁護士の方がですね、言ってきてる内容って、最初寄付だったんですよ。ね。債権については寄付でした、みたいな感じの、まあ言い分だったのが、そもそもなんか債権存在してました、みたいな感じになってきてるし、もっと言うと、なんだったっけ、立花隆一人放送局を介して、その債権については支払われてたんだ、みたいな感じの一文をつけられたわけでしょ。そんな形跡ないでしょ。そもそも、トヨタ弁護士がですよ。トヨタ弁護士に対して、その口座の写しとか、その他もろもろ全部渡してるわけでしょ。で、そういった形跡があったのって話なんですよね。その4000万とか4、5000万とかの話。で、まあその債権については支払い終わってるみたいな感じでね、言ってきてるんですけど、嘘？そんなことあったの？みたいな。じゃあなんで、なんていうのかな、債権者の人たちが大勢集まってね、あなたたち訴えてるんですかって話になるし、もうちょっと僕からしてみたらとんでも論でしかないっていうか、何をもって、何の法的根拠を持ってね、こんな感じで話してるのか全然わかんないんですよね、正直。トヨタ弁護士側の人たち、なんか、ちゃんとした法律論に基づいてですね、なんか解説の動画とか上げてくれないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ一向になって彼らはですね、なんかそういった動画とか出さないですよね。逆に、立花さん側の人たちっていうのは、まあ宣伝部長小市さんをはじめとするですね、カムフラチャンネルさんとかね、多くの方々がですね、まあ大津さんがやってることっていうのがどれだけおかしいかっていうことをですね、まあ立花さん筆頭に言ってるわけですよね。なんで、まあ、正直な話、情報量が、やっぱり立花さん側の方に傾いてしまうっていうのは、なんとなく分かってしまいますし、特に、まあなんか裁判官の人たちもですね、今回の審理に関しては初めてっていうか、まあなんか政党の関係で初の判決をしなければならない、結果を出さなければならないっていう話にも繋がってくると僕は思ってますので、まあなんていうのかな、まあ、トヨタさんの方がですね、発言された内容については、どういうふうに、プロットを組み立てていくのかっていうのをね、やってる最中だと思うんです。で、まあ今回の関係でですね、まあ大津さんがね、なんか、ブチギレてるんですよ。ね、そのトースポウェブの記事についてちょっと今回は研究していこうかなというふうに思います。本題に入るのが遅いというふうに思いますが、みんなで作るとの関係ですね。代表権争いを繰り広げている大津彩香さんとですね、斉藤健一郎さんがですね、15日、党所属の書類の引き渡しをめぐって、一悶着になったということで言っております。で、国政政党はですね、16日までにということで、1月の16日の話ですね、総務省に所属議員を報告する必要性があって、みんなで作る党はですね、すでに浜田、聡参議院議員がですね、いわばその、離党されてるわけなんですね。で、まあ、注目されていた斉藤健一郎さんの関係については、まあ、この日残留をね、表明してますと。で、所属議員がゼロの実態はですね、回避されたとみなされていたんだけれども、心がっていう話なんですね。ところがの話なんですけど、その後ですね、斉藤さんが署名したね、党所属の承諾書の関係及びですね、宣誓書の関係書類をですね、大津さん側に引き渡すというところに関してトラブルになったと。参議院議員の、まあ、参議院議員会館ですよね。に、斉藤健一郎さんのね、事務所に訪れたみんなで作ると、実証ですよ、皆さん、これ。いや、もう日本保守党の人たち、これどう思います？これもうなんか自民党愛知県連がやってることと全く同じなんだよな、正直。すごいよね。まあ、自称運営ドラップ、運営ボランティア、スタッフのですね、いわばその、身元確認ができないため、一旦引き、私を中断と、いや、その通りだよって、確認できなかったんでしょって話なんですよね。で、スタッフはその場でですね、大津さんに電話して、大津さんはね、私が保証しますというものの、相変わらずスタッフの身元が確認できないままっていう感じで、ね、次の文章に進んでいくんですけど、もうちょっとね、読んでるとね、めちゃくちゃ面白いんですよ。その次、はい、読んでいきましょうか。はい。ですね、約3億円の政党交付金が支出されるかのですね、重要な書類の関係で偽造されるなどね、の場合をですね、懸念した、まあ、いわば斉藤さん、それはそうですよね。今、党内紛争中で、いわば斉藤健一郎さんが自分がね、党代表であるっていうことを主張して、で、まあ、大津さん側もですね、自分が党代表であるっていうのを主張して、それを争ってる最中中に、まあ、その、大津さんの方のね、なんていうかな、代表を務めてるみんなに作る党に自分が所属しますよっていうことをですね、まだ、その、書いたですね、書類を提出しなければならないと。で、そう、すごい重要な状況に、重要なね、書類を
手渡さないっていう話になってる最中、まあ、争ってる最中の出来事なんで、それはなんかいろいろと自分がやってることに関して、まあ、これからね、大津さんと、なんていうか、手続きの関係とかっていうのを慎重にならざるを得ないっていう状況下で、なんかよくわからないんですね。ボランティアスタッフが来させられてもですね、それは斉藤健一郎さんもね、困るよね、というふうに思うんですけれども、その関係で3億円のね、政党交付金が支出される重要書類の関係で偽造されるなどね、懸念した斉藤さんはですね、再三、スタッフの身元確認及びですね、大津さん自身のですね、意思、確認を求めたが、電話で何度もね、切られる事態に平行線に辿ったと。いや、もうその時点でさ、受け取る気ないやんって僕は思うんですけども、マジでと思っちゃうんですか、これね。すごいよね。もしかしたら自分がね、破産するかもしれないっていう状況下で、こういうことを、普通はできないと僕は思うんですけどね。すると、大津さんはツイッターでね、嫌がらせもいい加減にしてほしいみたいな。総務省は約束の時間もあるものに出せなければ、損害賠償を含め検討しますみたいなことを言ってるんですよ。いや、そもそもですよ、大津さんが受け取った政党交付金じゃないんですよ、これ。代表者を移行したかもしれないけど、問題が発覚したから、ね、問題になるようなことが発覚して、債権者もそれを認めてないって話になったから、今回の、すいません、党内紛にね、発展してってるわけなんですよね。なので、まあ、この関係、ちょっと、これで大津さん、自分が正しいって本当に言えるんですか？だって、ボランティアスタッフのさ、身元をさ、わかんないってやばくないですか？運転免許証とか提示できなかったってことでしょ、これ。少なくとも。で、なんか私が保証しますって電話口頭で言われたとしても、本人取りに行けやって話じゃないですか、正直。いや、思いません？例えばね、なんていうのかな。あ、じゃあ、ちょっと使いに出す人間行かせますよって話になったらさ、みんなで作ると、公認のね、例えばなんですけど、まあ、所属のスタッフですっていうことを証明するさ、例えばさ、党員証みたいなのをね、発行してって、で、それを、まあ、なんか所持してるとかっていう話なんだったらそうなんだけども、そういうものも多分なかったんでしょ？身元確認するレベルだったってことがさ、ね。で、なんか、まあ、いろいろとね、ここ書かれてるんですけど、なんか、ブチギレしてるんですけど、僕からしてみたら、いやいやいや、それ含めて、あなた、党代表を主張してるんだから、その責任も含めて、あなたはやらなきゃいけないんじゃないですかっていうふうに僕は思っちゃうんですけどね。これ、僕が間違ってるんですかね。って。いや、普通、だって、客先でさ、なんか、いや、知らない人間行かせるんで、って言って、なんか、何々っていう人間が行かって、取りに行くと思いますとかっていうね、連絡を したんだったら、相手先もね、あ、何々さんですかと、で、身分証の方確認させてくださいっていうので、やればね、参議院議員のね、会館に通してもいいと僕は思うんですよ。で、今回の一連の騒動の関係でね、一番問題なのは何かって言ったら、斉藤健一郎さんの事務所にそのボランティアスタッフが行ってるわけじゃないですか。で、その参議院会館なんですよ。この事務所が存在してるのが。で、会館には別の参議院議員がいっぱいいるわけなんですよね。で、知らない人間通すわけにはいかないじゃないですか。もしかしたら別の人間がですね、そのみんなで作る党と、その NHK 党のね、党内紛に乗っかって、テロする可能性もあるわけでしょ。だから、身元確認はきちんとしなきゃいけないよねって話になるし、そういった連絡相談とかっていうのを、なんていうのかな。大津さんしなかったってこと？報告もしなかったってこと？いや、斉藤健一郎さんに、いや、なんか書類届けに行かせる人間が、何々っていうやつなので、そこで、確認取ってくださいと。何々何々っていう人間ですと。ね、例えば、例えばですよ、岡田、敏夫だったらね、岡田敏夫みたいな名前の人間が行くと思いますから、あそこで身分証の確認をして、ね、で、まあ、問題なければですね、通してあげてくださいみたいな感じで言うんだったらまだわかりますよ。でも、それすらやってないわけじゃないですか。だから正直な話、僕からしてみたら、いや、これ大津さん側に非があるでしょっていう話なんですよね。で、16日までに提出しないといけない書類がっていう話になってくるんだったら、じゃあ、なんていうか、斉藤健一郎さんの方も、大津さんの方も分かる人物を行かせればいいだけの話じゃないですか。いや、一番簡単な方法あるんですよ。大津さんが自身で取りに行けばいいんですよ。それをボランティアスタッフにさせて、そもそも斉藤健一郎さん側に連絡しなければならないのに、それやってなかったからこういう齟齬が生まれたんじゃないですか。僕からしてみたら、これ大津さん側が悪いですよ。いや、第三者から見てね、普通に考えて。で、嫌がらせもいい加減にしてほしいって、いや、嫌がらせじゃないでしょって、あなたの連絡ミスでしょって話なんですよね。僕からしてみたらね。はい。さあ、その次読んでいきましょうか。さらにね、離党するためにどうにか私のせいにしたいとしか思えないみたいな感じで、もうめっちゃ、なんか、怒ってるんですよね。で、代表権の裁判をね、なんだか諦めたのでしょうか。あなたが今日署名しなければ、仮にあなたが代表権の裁判に勝ったとしても、政党交付金は今年入らないですよっていう、ここ聞きたいんですよ、僕。斉藤健一郎さん、別にお金の関係でやってないっていうのは、僕、NHK 党のね、記者会見に行ったんですよ。で、なんか代表者、斉藤健一郎さんって、
言われてますけど、政党交付金目的じゃないですよねって話をしたら、いや、もう全然全然、僕は債権者守れたらそれでええんですって言ってたんですよ。だったら、大津さんこれ、無茶じゃないですか。いや、僕直接斉藤健次郎さんから聞いたんですよ。会って、地下1階にセブンイレブンがあるでしょ。で、そこで話したんですよ、斉藤さんと。で、その時に、今回の党内部の関係で、債権者保護の関係、斉藤健次郎さんは主張されてるんですよねって話をしたら、あ、私はそうですよ、という話をされましたよ。ね、軽い話だったけど。で、だから、あ、もうこの人は債権者の保護をもう目的として頑張ってるんだから、この関係については、俺 NHK 党を応援しようっていう風になるじゃないですか。だって第三者に被害が波及してってるんだから、ね。いや、第三者保護しますよっていう話をしてる。大前提として第三者保護をしますっていうことを宣言された人たちの方を応援するに決まってるじゃないですか。だって大津さんそのことについてのらりくらりとですね、質問をなんかこう、なんか、避けてっていうか回避してみたいなの。ずーっとやってるわけじゃないですか。だから僕からしてみたら、いや、大津さんの方が説明責任果たせれてないよなっていうふうに思うし、正直な話、なんか NHK 党の人たちかわいそうだなっていうふうに思ってしまいます。はい。債権者の人たちが一番かわいそう。今回の件に関しては。はい、すいません。党の業務を妨害し、損害を与えてですね、まあ、債権者の責任からね、逃げるのであれば、裁判も取り下げなさいみたいなね、代表を名乗る資格などないって言ってるんですけど、普通に社会人からしてみたら当たり前のことできてないあなたの方が代表者を名乗る資格がないと僕は思ってしまいますよ。だってボランティアの人たちこういう人間を生かせますっていう風にやったんだったらちゃんと連絡できてなかったってことでしょ。祖母が生まれてるじゃんここに関係。でも LINE もさ多分さブロックしたりとかしてるんでしょ多分。大津さん側の方はね、今回の書類の行き渡しの関係について大津さん側が斉藤健次郎さんに連絡するんだったらまだわかるよ。まだわかりますよ。いや、書類が必要で、総務省に提出しないといけないから、で、これは代表者が提出しないと受け付けないものなんですって言って、多分ボランティアのスタッフを行かせてるわけでしょ？なんか普通に考えて、なんかそういった連絡ができてない時点で、上司としての資格というか、責任果たせれてないよっていうふうに僕は思ってしまうんですけど、いや、一般社会でよ。一般社会の会社に勤めてる人間として、これは言いたい。いや、そうでしょ、普通に。普通に変じゃないこれ。ね。で、斉藤さんは先週末に、大津さんからね、LINE で既読スルーをされて、ほらほらほら、言ってるじゃん。既読スルーされて、ブロックされたと、報告していたって。おや。いや、それさ、ひどくない？むちゃくちゃじゃないこんなこと言われて。いや、これ、普通にかわいそう、斉藤さん。残留にあたっては斉藤氏が徹底的にやると宣言しており、特にね、重要書類のやりとりは、おざなりになってはいけないと、慎重、いや、その通りだよ。斉藤さんの方が正しいよ、それは。ね。慎重な、ことをですね、まあ、やるということで、結局この日はね、書類の行き渡しをされることはなかったっていう、めちゃくちゃなんか、コメディやん。漫才やん。コントにやってるやんか。総務省の届け出の締め切りは16日までで、両者バトルは、熾烈を、極めそうだということでね、言ってますけれども、まあ、面白いですね、本当に。もうね、コントやん。いや、これひどいね。債権者の人たちほんとかわいそう。マジで。いや、斉藤健次郎さんはね、頑張って、私がその債権受け取って、みたいなことをね、もうちゃんと宣言されてますんで、まあ、もう斉藤健次郎さんの方がね、もう今回の国政政党としての代表者を、なんかするって言ったんだったら、それが正解なんじゃないかなって、僕は思いますけどね。はい。ということで、以上でなります。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。